はいどうも、ウェブサイトチャンネルです、えー。今日も一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちらになっております。ね。ワ、えードプレス5.8というのに最近、ね、あの変わったんですよね。7月の20日頃だったと思いますが、えー、っとですね、あの新しいバージョンアップということでですね、まあ、そのワードプレス5.8で注目したい5つのポイントというのをですね、今回のタイトルにしたいと思います。 ね。あの、ま、ワードプレス5.8がどうのこうのというよりもですね、ワードプレスを更新したらなんかいろいろ変わってたぞ、嫌だなとかよくわかんないなみたいに思ってる人がね、多いんじゃないかなというふうに思います。ね。えー、ま、簡単な自己紹介先に載せておきますので、興味がある方はどうぞ。はい。ではですね、今回ね、5.8、ね、ワードプレス5.8で大きく変わったものの中で、個人的に気になった5つのポイントというのをですね、あの、ま、今日は口頭ベースでですね、いろいろ話したいなというふうに思っております。 えまず第1、ここがね、結構ね、皆さんにとってインパクトが大きかったかもしれないんですけども、ウィジェットがブロックになったということでですね、ワードプレスには外観のウィジェットっていう場所からですね、例えばあのサイドバーとかフッターとかですね、いろんなところをこう触れるような仕組みになってるんですけども、この外観のウィジェットっていうものがですね、大きく変わったんですよ。見た目も変わったし、使い方も変わったし、初め、よく分かんないんじゃないかなというふうに思います。 ね。なので、このウィジェットっていうものは別で取り上げてですね、このウィジェットがブロックになったよう使い方はこういう風に使ったらどうですかっていう内容をですね、別の動画にまとめてますので、そちら見てもらってください。ね。で、次にですね、あのー、大きく変わった点、ウェッピー p という、ね、画像形式があるんですけども、このウェッピーという画像公式、 形式を公式にサポートし始めたということがですね、ワードプレスとしてあります。で、あの、まあ、ウェッピーっていうのは、あの、グーグルが作った画像の新しい形式なんですけども、これ、今までですね、JPEG とか Ping とか GIF とかっていうふうなですね、あの、画像の形式があったんですが、えっ、ー、と、一言で言うと、それの全部のいいとこ取りをした上で、すごく画像が軽くなりますよっていうふうなですね、まあ、素晴らしい、期待が、期待値がね、めちゃくちゃ高い画像の形式だったんですよ。ね、で、それ これがですねいつだったかちょっと忘れましたが数年前からですねざわ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 しててで、えー、と去年だったかなおととぐらいからですかね、えー、ちょっとその辺忘れましたが。 あのー、で、大体主要のブラウザで全部 w e b ピーというものをサポートし始めましたよってなったんですよ。で、そこから今はね、もうやたら WebP っていう形式を見ることになっていくんですけども、まあ、ついにワードプレスとしてもですね、まあ今までも使い方はあったんですよ。使い方はあったし、使えることはできたんですけども、公式にサポートすることが、 あの、始まったということで、えっと、またさらにですね、今からウェッピーという画像形式が増えていくんじゃないかなというふうに思います。で、今まではですね、メディアライブラリーでもですね、なんか変なね、認識を正しくし、正しくというか、あの、しなかったんですけども、ウェッピーをですね、メディアライブラリーでもね、普通に画像がね、あの、見れるような形になっております。ね。で、ただですね、僕が先ほ、先日ですね、こちらも動画で別に撮ったんですけども、この動画見たときもですね、なんかですね、 あれなんかうまくいかないぞって言ったこと、おううまくいくじゃんって言ったことね、ありましたので、まあその辺はね、合わせて、あの、ウェッピーの使い方、ウェッピーってこんなものだよっていうのはですね、その動画見てもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、これもうね、ついにね、IE のサポートやめましたということで、IE っていうのはまあインターネットエクスプローラーっていうですね、あのー、マイクロソフトが標準でずっと使ってた、えっ、ー、と、淡いブルー、なんかスカイブルーのようなブルーに、 黄色の線がね、シャンって入ったようなですね、あの、インターネットのブラウザ、ね、インターネットを見るためのアプリだったんですけども、まあ、あの、しばらく前からですね、そのインターネットエクスプローラー IE とですね、マイクロソフトエッジって、こっちはでちょっとね、濃い青の、ね、マークなんですけども、両方をですね、併用し始めて、ね、 で、まあ、ウェブ制作とかする人たちからするとですね、この IE っていうのがとってもとってもね、えー、邪魔な存在だったんですけども、あの、もう徐々に徐々にですね、あの IE っていうのはもうやめますみたいな形になったので、 もう IE に対応しなくてよくなるんだ、みたいなことでですね、ちょっとずつ対応しない人も増えてきてるんですけども、ついにね、ワードプレスでもですね、IE のサポートは今後しませんっていうふうなね、あの内容になっております。まあ、ほとんどの人はあんまり気にする必要はないんじゃないかなというふうに思うんですけども、気にする人が、必要がある人は、は、まだ、私、 i.e. 使ってたわ、みたいな人。ね。は、まあ、ですね、もうね、しばらくしたら i.e. ってもう使えなくなるので、もうあの、マイクロソフト、えっ、ー、と、Windows 使ってる方とかだったら、あのー、もうデフォルトで、えー、マイクロソフトの Edge というものが一緒で入ってると思いますので、そっちを使ってください。それかですね、あのー、ブラウザに気にせず使えるっていうのでですね、もしブラウザのダウンロードとかができそうな方っていうのはですね、マイクロ、あのー、Google Chrome とか、 をね、あのー、使ってあげると、一番ね、えー、とりあえず無難にいいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、これも大きな変化ですよね。フルサイト編集時代の幕開けなんて書き方で書いてるんですけども、あの、フルサイト編集っていうのがですね、できるようになったというふうなね、流れが今回から来てるんですよ。まあ、えー、っと、具体的にというか、あの、ブロックエディターのところになんか謎のね、ブロックがいっぱい出現してると思うんですよ。 何が、なんかな、そのタイトルとかね、ディスクリプションとかタイトルを入れれますよみたいなものとかあったりするんですけども、で、これはですね、わざわざ動画にしてないくてですね、理由があります。まあ、フルサイト編集ってのができるようにはなったんですけども、まだ、テーマ側が対応しきれてないっていう状態だと思うんですよ。ね。なので、しばらく使うことはないんですよね。これから、あの、いろいろ、これがあの、導入されて、こっからテストが進んで、 で、テーマ側が、あの、このフルサイト編集というものに、なんかこう、対応するようなテーマになってきて、そこから初めて皆さんがね、使えるような感じになってくるんじゃないかな、なんて思います。ただニュースとしては、これあの、結構大きなニュースでですね、何ができるかっていうと、今までデザインっていうのは、いじろうと思ったら、いろいろ行動を書かなきゃいけなかったわけですよ。ね、記事、 ほら、ブログ記事とかは自分で書けるし、固定ページも自分で作れるけど、ヘッダーとか、フッターっていうデザインは自分で作るのはちょっと難しい、できないっていう状態だったんですけども、この、フッターとかヘッターっていうのもブロック、エディターの中のブロック、この一個一個のブロックを使って、あの、できるようにしようっていう風なね、内容のものです、これ。で、あのー、コードを書かなくても。 ね。ただ、それの影響で、はじめテーマを作る人からすると、めちゃくちゃややこしいことになっているというか、大変なことになってたりするんですよ。ね。で、まあ、しばらくはだから対応し、せずに進んでいくんじゃないかな、なんて思うんですけども、あの、し、実際今後どうなっていくのかわかんないですけども、ええー、まあ、これがうまくいって、このままの流れができてくればですね、このフルサイト編集というの、もの自体が、基本になってくると思うんですよ。そしたらね、自分で、 あのヘッダーとかね、ヘッダー周りのメニューとか、あの辺のところもですね、触れるようにどん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 なっていく。というふうなね、内容になってくるはずです。ね、はずなんですが、まあまあまあ、あのー、今の段階では。 ね、始まったばっかりで謎のものがいっぱい増えたぞということでそれをなんかよくわかんないなぐらいでほっといていいと思いますそのまま使わずにほっといてもらえたらいいんじゃないかなっていうのがですね正直今のところの感想かなと思いますね、まあ、それと連動して、あのー、ブロックの通常の記事 あの、ブログを書く投稿っていう場所とかですね、固定ページの中にもですね、あの、フルサイト編集用のものがですね、ブロック機能がね、たくさん追加されてますので、こっちはね、なんかほっといてください。ね、気にせずにしといてもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思います。 ということで今回はですねワードプレス5.8というのにね変わって大きく変わったものがいくつかありまして、まあ、その中でね個人的に気になった5つのポイントというのをですねまあ実質4つみたいなもんですけどねはいあの5つのポイントとしてですね紹介させていただくような動画を撮らせていただきました。 まあこれでですね、ワードプレス5.8というですね、ちょっと大きなアップデートが終わって、またしばらくしたら5.9、6.0っていう風にですね、なっていきますので、そこを見据えてね、いろんなことが今行われてるんじゃないかなと思いますので、またですね、えー、ゴロゴロ変わっていくのを楽しみにしたいと思います。はじめね、なんかね、変わったらね、嫌だなーなんていうですね、否定的な意見も多いんですけども、あの、まあ、現状が変わるときっていうのは大体ですね、結構不満が出ます。 ただ基本的にはあのより良いものねより良いものをに変えていくためのその手前の一歩としてこういうことが起きてたりするので是非ですねちょっとした未来をですねちょっと後の未来を楽しみにねえ今はコツコツやっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますねえ実際にすごく今ね瞬間的というかですね明日から今日からですねあの使えるというかあのどうにかしなきゃいけないとかここ。 ウィジェッットがブロックになったこれ強制的になってますのでウィジェットがブロックが嫌な方はですねあの以前のブロックに戻すっていう行為とかもしなきゃいけないかなと思いますとウェッピーに関すること、ね、この辺がまあ特にですねあの実感としても、ね、あの湧いてくるところになるんじゃないかなというふうに思いますということで今回はここまでにしたいと思います はいそれでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。またですね、概要欄にも参考された情報を載せていますので、合わせてご覧ください。ということで、ここまでです。